ング&フィットネス YouTube 座談会2021。まず皆さんの関係性は？はじめましてです。はじめましてですね。かっちゃんさんの動画は同じ料理系なんで拝見してました。ありがとうございます。私も大西さんの動画は勉強になるので参考に見させて恐縮です。ありがとうございます。いただいております。僕もなる姉さんすごいなと思いながらいつも見させていただいております。妹が大ファンでもうずっと部屋で見てるんですよ。それで知ってました。恐縮です。まずは2021年で最も印象に残っていることを聞いてみました。ハンバーガーの爆食いです。僕6月ボディメイクの大会に出まして、やっぱり好きなものを好きなタイミングで食べれないっていうのがありまして、腸がつくほどハンバーガーが大好きなんですけど、3ヶ月ぐらい我慢してハンバーガーを食べるっていうのをですね、動画で撮りました。めちゃめちゃ我慢したからこそその美味しいし、料理ってその味だけじゃなくて感情もすごく関わってくる。そこらへんもこれからいやコントロールしたいなって思ってますね。我慢させる動画みたいのもいいかもしれないですね。続いてココロチャンネルの大西さん。 YouTube をこう通じて理想の包丁と理想の砥石を作りました。視聴者さんほとんどこう8割ぐらい男性なんですけど、こだわりを持ったこの男性が理想をこう追求した性能のいい包丁っていうのを作って、包丁ってでも研がなきゃいけないよねっていうことで、じゃあその包丁に合う理想の砥石も作ろうってなって、砥石まで一緒に作っちゃったっていうのが、まず熱量が違うなと。知識と熱量がもうすごいなっていうのをひしひしと感じていて、やっぱりその料理人ならではの今持ってる知識を全てあの包丁に注ぎ込んでるみたいな、あれ多分大西さんでしか作れないものだと思っているので、その包丁が欲しくなりました。なんか私包丁を使うのがめちゃくちゃ苦手で、実家にあった包丁がめっちゃ切りづらい、もう全然切れなくてもうギッコ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 してたんですよ、はい、包丁デビューしようかなって思いました。いやーぜひ。続いて最も反響があった動画について話を聞きました。反響があったのはアシパカソーラン節です。アシパカをソーラン節に合わせてやるっていう動画なんですけど、5ヶ月で1300万回再生ぐらいされてて、すごい。で、YouTube を始める前に、まあ、リサーチっていうか他のフィットネスの YouTuber はどんなことしてるんだろうって見た時に、みんなおしゃれな Vlog だったりとか本当おしゃれな動画をみんな上げてたので、でもなんかこうソーラン節お祭り気分でやってくれてて、そのおしゃれとか関係なしにすごい嬉しかったですね。いや別にいやそうでもないって思ったんだけどなっていうのがこうバズったり、これの人だよねみたいに思われたり、いや別になんかそれの人っていうわけじゃないんだけどみたいななるのは、はい、僕も非常にこう分かります。なんかマルニクさんもその、はい、あ、アシパカソーランの人だよねって言われると、はい、なんか多分いや別にそうじゃないんだけどみたいな。今年反響が一番あった動画はお肉を超えた美味しさ、オニオンナゲットの作り方です。2021年に入って私はひしひしと感じたのは、やっぱりお家にいる時間が増えたので、結構こうヘルシーで体にいいものを取りたい、野菜を結構使ったんですね動画で。お肉を全く使わずにお魚のすり身、はんぺんですね、はんぺんと玉ねぎだけを合わせたナゲットを作ったら、予想以上に皆さんに反響をいただいて、かつ美味しいみたいな声をいただいて、このギャップというか意外性からこの動画一番伸びたのかなっていうふうに自分でも思ってます。いやーちょっとたまらんですね。ナゲットはちょっとたまらんですね。2022年も健康第一にコツコツ毎日頑張って、まず一つの目標であるチャンネル登録者数100万人の突破と、あとは10周年に向けてまず体壊さないように一日一日コツコツと頑張っていけたらと思ってますので、応援をよろしくお願いします。みんながワクワクできるような、こう楽しいっていうのをワクワク、こうやりたくなるような動画をね出して一緒に頑張っていけたらいいなって思っているので、
2022年も一緒に頑張らせてください。なかなか飲食店営業もコロナ禍で影響を受けて大変だった中、皆さんに本当に助けられました。2022年も、料理でたくさんの、美味しいと楽しいを、はい、エンターテインメントをお届けしていきたいと思いますので、来年もよろしくお願いします。2022年も僕の動画を見ていただいて、少しでもフィットネスやボディメイクに興味を持ってくださる方が増えることを望んでおります。2022年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。